この前、飛ばしの動画意味ないっていう動画があって、それ編集してた時に、俺ふと思ったことがあってね。でも飛ばしの動画って伸びるじゃない。で、そんだけみんな飛ばしたいって言ってんだけど、ちょっとそこで一つ疑問が湧いて。平井博明のワンラップゴルフ。いつも言うさ、レッスンに来た人がさ、飛ぶようになって帰るでしょ？うん、大体ね。うん。でもそれって別に飛ばしたいんです、距離伸ばしたいんですじゃなくて、うん、ちゃんと打てるようにしてあげたら、うん、勝手に伸びて帰るわけじゃん。そう。うん、つまり自分のその飛距離が、打ててなくて、うん、正しく打てるようになったら、うん、勝手に伸びるじゃん。そう。そういう意味で飛距離を伸ばしてって言ってんのか、うん、もうそれはできてて、うん、そっからさらにマックスの飛距離伸ばしたいのか、うん、どっちが希望でみんな飛ばしの動画見てるのかなと思って。うん、どうですか？誰もいないから。誰もいない。こっちもいないんだけどね。あ、そっか。そう、ね。いない。だから聞いてんの。なるほど。両方どっちもないね。どっちもない。どっちもないんじゃない？まず自分が今マックスの飛距離打ててるかも分かってないでしょ。ああ、そうか。そりゃそうだ。うん。で、自分がどれぐらいがあとマックスなのかも分かってない。ああ、そっか。要は、マックスを知らない。自分が何ヤードまで正しく振ったら飛ぶのかが、うん。分かってない。でもそれは正しく振ってみないと分かんないんだもんね。そう。だから正しく振れてなかったら無限に分かんない。ずっと。嘘、じゃあ俺300飛ぶかもしれないんだ。そう。可能性があるわけ。まだ分かんないんだ。そう。だから、よくね、そういうのって、うん。あの体でよく飛ぶね、あんな280も300もっていう人もやっぱいるってね、うん。それはもうほぼ最大限のやっぱり飛距離を打ててるんだけど、うんうんうん。その体でそれしか飛ばないのっていう人も逆にいるし、うんうん、それは全然もう2割3割しか打ててない。うんうん、反対になんつうの、すごい体しててさ、うん、280飛んでますって結構飛んでんじゃん。うん、けど本当は正しく言ったら300超えるかもしれないっていうのもある。そう、全然。そういうことだよね。うん、で、それは、レッスンに習う回数が行ってない、もしくは少なくて、うん、そもそもスイングのことを知らない、うん。で、今持ってるポテンシャルのパワーだけで、うんうんうん、こう、打ってる、うんうんうん。で、280だとします。うん、そしたら、同じその人が、全部理論も知ってて、一、うん、回、やっぱり330ぐらい行ったけど、はいはい、恐怖心で280に、無意識に落ちてきてるのもあるし。ああ、そっか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 。そやっぱりあるから、そういうのも一周して二周して含めて、うん、今がマックス飛ぶことは分かってるけど抑えてる人なのか、うん、ただもっと飛ばしたいのか、うん、いろいろこう、分かんなくなっちゃうよね。あ、理由がじゃあその人によるし。ただでもマックスを気づいてないっていう人はほとんどだった。ちゃんとじゃあボールを押せればもっと飛ぶっていう感じがする、うん、レッスンで見てると。ね、7割以上だな。ああ7割、8割ぐらいはそう感じる。見てて。だいたい飛距離伸ばして帰ってくるでしょ、みんな。だいたい伸びるね。伸びる人多い。その理由っていい？うん。え、なんか、あれじゃん、その理由言っちゃうと、飛ばせる動画になっちゃうんだ。ダメじゃないよね、別に。ダメじゃないじゃん、いいじゃん。教えよ、それは。うん。一連の動作やるよ。うん。じゃあ、行きます。え？こういう人ほとんど。何だったの？素振り何だったの？何だったの？そう。そういう人はほとんど。あ、そうなんだ。何？今の素振りって。幻か？幻だった。うん。ビビってんだなと思って、やっぱり。ああ。うん。何に？と思っちゃうけどね。ボールでだけでしょ、なくなるって。ああ。お金と車とか家はなくならないでしょって。なくならない。うん。なくならない。ボール、何百円よ。それよりもっと無駄遣いしてきてるでしょ関係ないのよ。はいはいはい。うん、だから、気持ち的にね、わ、うん、かるけども、うん、ビビりすぎなんだよ、ね。素振りでそんだけ振れるんだったら。それがね、本番のスイングがこれぐらいで、うん、素振りもこれぐらいだったら、わかる、うん。両方同じスピードだから、うん。だけど、素振りあんだけ振ってて、ボール目の前にして打った時に、ひょろひょろひょろってやってたら、何なんだろうなって。したら素振りを合わせた方がいい。もしくは理想はもちろん素振りに本番を合わせた方がいいし。うん、で、振る力はあるってことだもんね。そうそうそうなの。体的に無理とかじゃないってことだ、うんうん。だから、そんだけ上げられるんだったら、もちろんそれで曲がっても振ってもらうことが理想なわけじゃない。うん、で、それで振って曲がることに対して直していかなきゃいけない。うんうん、
そういうのをね、ほんと確認してください。もし素振りでヘッドスピードが出るマシンがあったら、うん、素振りとボール打つのとどれぐらい違うのか調べることは大事。大体プロって逆なの。逆なんだ。うん。怖くなるからね、プロ。本番のは早い。そうなんだ、うん。それとも距離は合うんだ。全然合う、全然。イメージ出してるから。こう、あ、どっちかっていうとそうなんだね。そう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 。アップでダッシュして、うん、本番に、ね、ジョギングする感じ。ああ。100メートル走、うんうんうん。アップなんだから、こう緩めるってさ、うんうんうん、だいたいこう、うんうんうん、アップするじゃん、本当に。そう、逆になっちゃう。みんな素振りの方が早いんだじゃん、アマチュアは。早いよ。もう、ポッとどこでもいいからゴルフ場行って、うん、日曜日 T グランドでずーっとこう、トール君、全組通過するの待っててごらん。だいたいそうだから。真似していい。そんなに。じゃあ今日一日お願いします。こういう感じ。もう振ってないじゃん。ぶつけてるだけじゃん。うん、そういうのがめっちゃくちゃ多いから。うん、あとは綺麗に振れてる人はこうビュッて振って、うん。こうやってなっちゃう。もうゆるゆるになっちゃう。だからこう、こうやってなるし。クラブに全然力がなくなっちゃう。ああ。で、飛ばないっていうから。だから、飛ばなくしちゃってるから、その飛ばなくしちゃってる理由が何かっていうのが分かってない。飛ばなくなって、要は曲がらなくして飛ばなくなってるってはっきり言ってるんだったら、じゃあ次に何をしようかってなってくるんだけど、なんかこううまくまとめようとしてこうさらって振っちゃったら何の意味もない。うん、何も残らないから、うん。そうやって振ったら曲がるからね、軽く振っても。だからしっかりと理由があって、それの理由があってちゃんとその結果行動に移した時にその結果が絶対出るんだったらやっていいけども、ハテナでやっちゃってる、うん。これが曲がんないだろうでやってることが多いから。それが一番良くない、ね。自分で分かってやんなきゃいけないんで。でも振ったら曲がるってやっぱ思うよね。まあね、まあね。振って曲がらない理由って必ずあるんですよ。それ今日の方もやってもらって。うん。女性の方ね。うんうん。うん、どれぐらいやっていいんですかって言うから。やれるだけやっていいんですよ。やりすぎないんですって。やったらやった分球上がって飛んで、うん、ドローが出たっていう感じ。その方うまくできてたっていうのもあるしね。うん。うん、でも、あれだよ。今まではそんなことをスイングに取り入れてなかったのに、うん、それをやってくださいって言ってやったから、うん、その方のイメージも多分できてたんだと思うんだよね、うん。うん。で、それでちゃんとこう、バンってこう、できてたから、うん、あれは飛ぶなと思って。やっぱ飛距離も全然違いますって言ってたから、うん、まずは曲がってもいいんで、自分のマックスを知ること。で、今がどれぐらいで振ってるのかと、自分のマックス時と比べてみることってすごい大事なんで、それはまあ、ヘッドスピードもそうだし、実際のその、マシンで測った飛距離とか、そういうのもそうなんで、それすごく大事ですよね。あとはもう、ヘッドに力が伝わってるかどうかっていうのは、ボールスピードが出る機会があれば、一発でわかるんですけどね。ヘッドに力がないとボールスピードが出ないんで、その意識を持って、ぜひ練習してみてください。はい。もう一個のさ、へ今自分のマックスが打てるってる人、うん、がさらに飛距離伸ばしたいっていう時はさ、うん、どうすればいいの？もし自分がそうだと思ったら、そっちだと思ったら。じゃあ、マックスで振ってるとします。うん、でそっから飛ばすのは、どうしたらいいかをまず考えた方がいい。変な話、早く振ることよね。で、その早く振れるかどうかは、うん、本人が早く振ってるかどうかだから、早く振って早く振れないんだったらもうマックスなわけじゃん。はいはい。そしたらそれを早くするのはもうエンジンをでかくするしかない。要は、筋トレね。になるしかない。そこのエンジンがでかくなんなかったら、スピードは絶対上がらない。それは、筋力をでかくするトレーニングももちろんそうなんだけど、うん、瞬発系だったり、うん、要は可動をやっぱり意識しなきゃいけないんだよね、こう。あ、そうなんだ。そう。だから、それは、その、イチローみたいに筋力をでかくしないトレーニング。ああ。そういうのもすごい大事だし。なんだっけ、初動負荷じゃない。そうそう、初動負荷とか、うん、あとは、その、張りを持たせて、使える感覚を得やすくする、覚えやすくする筋トレとか、うん、そういうものをやっていかなきゃいけない。だから、まあ、ゴムチューブとかでもいいし。そう。
なんかこう、バンってやったりとか、こう、こうやってこっちで回転したりとか、そういうもので、回転するスピードを脳に覚える。早く動くスピード。はいはい、うん、そういうこう、バンバンってこう、切りとか、うん、そういうものを、こう、体に覚えさせる。だから、こう、こっちを持って、こう、バーってこうやって振って、体に、こっからここはこれぐらいの時間で振り終わるっていうのを覚えさせるわけ。そうすると、こっち持った時も、そのスピードで振ろうとするわけ。イメージはね。そう。そうすると、早く振れてくる。それぐらい頑張んないから、ゴルフって。だって、おとといのレッスンって、俺、レッスン史上初めて言われた言葉。何？もうその方悪気ないんだよ、うん。ゴルフって繊細なんですねって言われたんだから。えっつって。ボールが曲がるから、うんうん、じゃあ、スイング飛距離どうでもよくて、うん、ボールを曲げないでって言ったら、こうやって手首固くして、フェースアングルがこう変わらないように、うん、こうやって打つしかないですよ。うん、それができるかどうかやってもらった、うんうん。そしたら、それはできたわけよ。で、何やったかって言ったら、フェースアングルをこうやって変えないで、こうやって右を向いて左を向いて、うんうん、要は1から8の5ぐらい、うん、4、5ぐらいやってもらったら、全部まっすぐ行くわけ。その人、サロンメンバーなんで。だから、見てるようで見てない。もう、お決まり、右の悩み、ドスライス。本気でレッスン中、200球ぐらい打って、1、2球しか右出なかったから。フェースアングルの、この出し方の向き、この向きと、もちろんダウンスイングのこのフェースの向き、サロン動画でもやってるじゃない。それをやってる最中に、繊細なんですね、ゴルフって。嘘でしょっつって。繊細ですよっつった。厳しい言葉を言えば認識が甘い。うん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 、もっと繊細だから、ゴルフは。そんなこと言うんだったらっていう感じだから。うんうん、ただ、最後には分かって帰っていただいて、うん、すごいショット打って帰っていったから、それはそれでいいから今言えたんだけども。うんうん、じゃあ、アッパーさんでもそうなんだったら、ね、うん、なかなかできないですね。なかなかできないですよ。もう来て実感してもらうしかないですね。いや、ほんとそれしかない。動画は限界があります。どしどしご応募ください。そうですよね。うん。本当に。チャンスはいくらでもありますんで。やっぱその方のスイングってあるんで、YouTube の動画とかは、やっぱり型にはまることは少ないと思ってください。なかなか自分にはまらないので、しっかりと、自分だけのレッスンを受けることが一回でもあれば、ゴルフの印象が変わるんで、それをぜひお勧めしますね。はい。で、動画の方以上になりますので、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。